おはようございます。おはようございます。今日は某釣りに来てました。はい、で何をどこで釣るかという話ですよ。はい、こっちじゃなくて、こっちじゃなくて今日はこちらになります。はい、このタイドプール、タイドプールフィッシング、タイドプール、あ、そしてタイドプール、え、熊のプー、違う、熊のプー、海のプーさん、海のプーさん、ここの歴半年ぐらい、半年ぐらいですか。はいはい、そしてあそこに電話中の、はい、山下小物釣りマイスター、マイスターチュゲさんです。チュゲさん、今営業中です。営業の電話です。お忙しい中ありがとうございます。みんなで釣っていきましょうかね。ほら、あそこに魚いる。黒いやつ、お魚もいるよね。これ魚よね。ハゼみたいなのもいるし、はい、お、動いた。お、今日こういうのを釣るわけですよね。そう、釣り場に来てさ、はい、ああいう魚ちょろちょろしてるけど、結局何なのかよく分かんないじゃん。分からないですよね。僕はもう総称してドンコって言っちゃいますね、ほんほん。ああ、ね、なんかそういうのが多いイメージがないですか。そう思います。あ、お、お、やつらね、警戒心強いから、はい、身を低くしてね。はい、いきますよ。はい、あ、見えてる。見えてますね。あ、いいサイズです。あそこどうすか。餌で逃げましたよ、今。あの衝撃で逃げましたね。餌の衝撃で逃げましたけど、いや、あ、なんか来ましたね、かわいいのが。かわいいの来た。まだ警戒心はあります。警戒してますね。なんか熱帯魚、チップを持ってった、持ってった。でも警戒してますよ、結構。ほら、来た来た。あ、出てきた。出てきたぞ。これ釣れるやつやろ、これ。おお、来た。どんどん来た。でもやっぱり警戒してますね。まだ警戒してますね。横のやつ何食ってんすか今。わかんない、何してんだ。違うっすよ、何してんだ。あいつなんか岩に激突しますよ。腕立て伏せしてた。あれ腕立て伏せなんですね。いや、多分ね、うん、1匹がっついたら行くパターンじゃない。はい、じゃあ仕掛けてきたんすか。こんな感じで超シンプル。シンプル、重りと。もうこれスナップいらないんだけど、本当は。あ、ガンダム止めみたいな感じ。なあ、スナップつけてみました。はい。もう、ほんとシンプルですね。はい。よし、行くぜ。さあ、行きましょう。じゃあ、俺は手を見せるで。低い体勢から。さっき置いてた餌がないよ。あ、全部食べたんだ。ほら。もう待ってるよ、ほら。待ってますか。あ、ほんとだ。大丈夫よ。おー、食ってくる、食ってくる。あ、重りに。重りに来たよ。食ってる、めっちゃ食ってるよ、ほら。あー、やっぱ慣れちゃったんだろうね。これね、この辺でどう、この辺で。あー、ここにいる。あれだね、なんか、あー、逃げた。あー、すごい、でかい。もう一回こっちチャレンジしていい。そんなに近づけてくる？あ、来た来た。おお。はい。あ、いい。あ、お前じゃない。そいつ。行け。あ、お前じゃねえんだ。おお。餌大きいんちゃう？餌これでも大きいの？イカが泳いでる。イカ。シュン君、イカが泳いでる。なんでイカやね。めっちゃ食い寄るけどね。むさぼってんね。明日がいいのかな？いや、合わせちゃダメなんじゃない。おー、来た。いけ。行ったか。なんてことだ。大チャンスだったんじゃないの、今の。あ、意外と食わんとね。ね。よく出てきたね。あ、こいつはちょっとあいつじゃないか。パコッといったね、パコッと。横から飛び出てきたね、今ね。あ、これあれじゃない？何これ。沼とか泥とかなんかそういう系の。へー、うわわわ、これ、口めっちゃでかくね、これ。え、でか、口でかい。うわわわわわわ、ちょっと、観察しよう、小物釣りだからね。はい。ハゼカワウィー。おー、口でかエソみたいじゃない、顔。こんな感じになっております。これなんでしょう。泥目なんか、ハゼ系だよね。とりあえずキープしよう。はい、とりあえずキープでーす。じゃあ、スン君ね、次。
さあ、うん、お、それ何餌？え、何でしょうね。現地調達のイカですね。はい。これ誰が釣ったんでしょうね。誰釣ったんでしょうね。白い、見せてください。おお、ハリヒモチ、最強に良さそうなやつは。最強ね、なくならんだろうね、これ。おお、でかいのいいんじゃん。お、食ってんじゃん、早速。え？おお、来てる来てる。反応してる。起きる起きる起きる。さっき食わなかったやつが食ってる。起きない来い。あ、目が乾燥する。目が乾燥する。早めに食ってくれ。恒例の腕立て伏せしてるぞ。あいつ何してんだろう。おお。おお。ああ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと早い早い。おお。何事？また同じの。また、あ、こいつ何でも食うな。ズーム追いつかなかったです、ごめんなさい。こいつ何でも食うぞ。口でかいやつ。また同じやつ。ちょっとこっち、今回はちょっとさっきのよりちっちゃいけど。おお、あ、1匹目。おお、跳ねた跳ねた。元気元気元気。おお、めっちゃ元気。おお、何これ何これ何これ。カワウィ、カワウィ、ハゼカワウィ。ハゼなんすかこれ。ハゼ、どんこ、どんこ。ぶっちゃけあの黒いのが本命なんすよ。来たぞ、小物釣りマイスター来たぞ。マイスター来た、マイスター緊急参戦。さあ行く。おおほほほ、おおおお、引っ張るよね。引っ張るね、やっぱなんか持っていこうとするのかな。おおおお、食った。あ、下、下にある。見失ってるあいつ。おお、マイスターも。マイスター来た。どうなってんだこれは。わけがわからないショットになってきたぞ。実はね、あそこら辺にもなんかね、いるんだけど、多分ね、割れ目のところにいるんだよ。角度変えてやるのがありかもしれない。そこにいるんだ。巣穴があるんじゃね。おお、違う魚来た。あれもいいじゃん。なんだ、おお、来た、なんか出てきたよ。おお、普通の魚も食った。あ、違うの送った。お、来た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 。こいつはなんだ、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 こいつはなんだ。また同じやつじゃないかこれ。お、違う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 ぞ。ちょっと違う。これですか。これ本命じゃねえの。これ本命ですか。色が違うけど。ちょっと本命ですか。みょ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 。なんか触覚ありますよこれ。日本マイスターがめっちゃ興味深げに見てます。何それみたいな。ほら、おお、めっちゃ暴れる暴れる。暴れるくん、暴れるくん。おお、なんだこれは。知ってるんでしょ。はい、知ってます。はい、なんすか。カエルウオ。これが噂だ。カエルウオ。でも僕が知ってるカエルウオはもっと黒くて大きいんですよ。これちょっと違うかもしれないんですよ。偽カエルウオとか、カエルウオもどきとか、もう全部カエルウオでいいじゃんって。わかんないんで、はい、あのですね、黒い大きいのがついたいんですよ。本気だ。顔まで隠して迷彩で。あ、大きな石になった。大きな石になった。小物釣り歴半年ですね。お、来た。釣れた。なんだこれ。新種だ、新種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 。さすが。あ、結構ひらひら泳いでたやつだ。なんだこれ。なんだこれ。なんか分からねえっす。琴引き系。この尾びれが、尾びれがかわいい。なんでしょう、なんでしょう。マイスターおめでとうございます。ありがとうございます。結果を残されました、マイスター。さすがですね、どんなやつでも釣ると。さあ、水木先生も頑張っております。出てきた出てきた。おー、来た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 。あ、これじゃない、これ本命じゃない、これ本命じゃない。黒くてこれじゃない、これじゃない、これじゃない。見て見て、この顔見て。うわ、見て見て、ほら。いや、あんま変わらんじゃない顔。ほら、うわ、何この色。黒い。これよ、これ。俺が釣りたかったやつ。オスとメスぐらいの違いじゃん。カエルウオ、多分これっすよ。これっすか先生。マックス10センチらしいんすよ。え、じゃあこれ、いや、これ間違いない、これじゃない、これじゃねえかなって思って調べたんですよ、実は。マックスやん、これっぽいっすよ。行くよ、どうぞ入れてください。ちょっといるよ。
ほら、11センチぐらいあるんじゃない？マックスじゃん。じゃあ何これ、頭どうなってんのこれ。やっぱりほら、触覚生えてる。いや、頭の後ろにトサカみたいなのあるよ。本当よ、触覚の形が全然違う。ほら、カメレオンみたい。服これがさ、僕調べですよ、僕調べ。なんか食べれるって話なんですよ。正確なことは分かんないです。食べちゃおうぜ、これ。食べます。食べれる。食べるの僕なんですか。でも僕ね、すっごい食べたいんですけど、うん、ちょっとお仕事の関係上ですね。はーん。よいしょ。なんか違うの出た。マイスターやりますね。おめでとうございます。何ですかこれは。お、さっき僕が釣ったやつ一緒だ。カエルウオっすよ。これカエルウオっすか。多分、はい。これをですね、つげさんに食べてもらおうと。マジっすか。意外と岩の下の方がね、最初ね、いいんだけどね。でもこいつらも小魚に食べさせながら反応しちゃうって感じかな。あ、その下のやつね。ああ、いきそう。おっしゃ、来たー。でかいこれ。うわ、飛んだ。これ違うやつ。あ、今日でかい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 、これはいい。でかいでかいでかい、今日ちょっと待って、これやばいんじゃない。僕調べ10センチだったんですけど、最高。はい、何センチですか。ほぼこれ12は超えてますよ。12は超えてるね、余裕でね。これイロハ記録ですよ。イロハ記録、カエルをイロハ記録達成。13あるよ。13あるよね、絶対ね。やば、カニが来た。カニ、カニありっすよ。カニに悟られた。もう堪忍して。おー、だってすごい。おー、すげー。おお、でかいでかいでかい。大きいでしょ。これでかいでかいでかい。これも大きいでしょ。これ食えるよ。これ食えるよ。うん。あ、ダメだ。おー、また釣った。うまかった。あー、落ちた落ちた。逃げてった。完全にマイスターとカリスマエギンガーを出し抜いてますよ。結構釣れてますよ、なんかいろいろ。ロロ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 。あ、ちっちゃいのから大きいのまでいますね。おー、いいんじゃない。おーおーおー、タナゴよりでかい。そらそうでしょう。もうこれムツゴロウサイズっすよね。はい、ムツゴロウサイズ。わー、楽しめました。必要な分だけって逃がしましょうかね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一番気合入ってましたね。こちらです。あー、なんか銀粉もしとんね、これ。かわいいか。うわ、何これ、かわいい。あ、おー、すごい。どんな味だろう。うわさ、味が変えるでしょ。見た目とか飲み方じゃなくて、実は味が変えるやつっていう。うわ、ピーンした。うわ、背筋ピーン。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。